お前なんで戻ってきたんだよ。そう言ったのは俺の上司。この人は昔から変わらないのか。ニヤニヤしながら言うその上司に、俺は頭に来た。その直後、さらに頭に来ることがあった。それで俺は、この上司に必ず仕返しをしてやると誓ったのだ。俺の名前は山本、50歳の会社員だ。俺は大学を卒業して今の会社に入った。そこで妻と出会い結婚、息子も生まれて順風満帆な生活を送っていたのだが、ある日突然、俺は支店に移動させられることになった。いわゆる左遷だ。その理由に妻も驚いていた。なんと俺が会社の金を横領したというのだ。当時の上司である伊藤さんからは、俺がやったとは思いたくないが、証拠が上がっていると言われた。俺が会社で購入した備品を使い込んでいる。それを換金しているというのだ。そんな覚えは一切ない。しかし、会社の備品を持ち出すには押印が必要で、そのハンコが俺の名前になっている。おまけに金券ショップで俺が換金している写真まであるという。確かに、それだけ聞くと俺が横領していると疑われても仕方がないのだが、俺は断じてやっていない。だが、会社ではそれ以上の調査はしてくれなかったし、証拠の写真も見せてくれなかった。上司の伊藤さんは俺を信用してくれていて、俺がそんなことをやるような奴じゃないと、何度も上層部に掛け合ってくれたそうだ。そしてなんとかクビにはならず、移動という形で収めてくれたという。俺は悩んだ末、移動を受け入れた。というのも、その頃、息子が小学生になったところだったのだが、もともと持っていた小児喘息が悪化した。都会での生活よりも、移動先の田舎での生活の方が、体に負担がかからないだろうと、妻と二人で判断したのだ。移動先は田舎と言われていたので、どんなところなのかと不安が多かったが、近所は優しく世話好きな人が多くて、俺たち家族はすぐにその場に馴染むことができた。会社でも歓迎され、移動を決意したことが間違いではなかったと考えている。息子は次第に喘息も良くなり、元気になった。大学を卒業すると、昔住んでいた近くで就職。一人暮らしを始めたのだ。俺は移動させられてから18年が経ち、今度は本社への移動を言い渡された。俺が支店で上げてきた功績が認められ、本社へ戻ることになったのだ。本社へ戻った俺を迎えたのは、昔一緒に働いていた先輩の成田。俺より1年先輩で、今は部長だ。俺がいない間に随分出世したらしい。お久しぶりです。と、挨拶した俺に、なんで戻ってきたんだよ。と、ニヤニヤしながら返す成田。人を見下したり、馬鹿にしたりするのが好きな人で、昔から変わっていない。当時は、成田より年下が俺しかいなかったのもあり、俺は散々成田に馬鹿にされていた。教えていない仕事をわざと振ってきて、やっぱりお前は仕事ができないんだな、と言うし、会議室の用意を指示しては、使う場所が変更になったわ、早く準備しとけよ、と、平気で嘘を言って笑う。俺が移動した後に、俺が持っていた案件は全部成田が引き受けたらしい。俺はこいつに恨みを持っている。18年ぶりに会って、何かが変わっていたら違ったかもしれない。しかしこいつは変わっていないどころか一段とひどくなっているのだ。俺が本社に来てまず目に入ったのは窓際にポツンと座る女性の姿。その場所は冬は寒く夏は暑い。エアコンを入れていてもなかなか快適な環境にはならず、俺が本社にいた時は誰かの席を置くことはなかった。あの頃と違って配置替えをしたのか、そこに若い女性がポツンと座っていた。俺は成田に、
あの窓際の席って。と聞こうとすると、成田が口を開く。ああ、あの窓際社員、お前の部下な。新入社員だ。相変わらずニヤニヤしてそう言ったのだ。そして成田は続けて。あいつ適当に仕事を片付けるんだよ。だから今は雑用しかやらせていない。無能で会社のお荷物だが、よろしく。と笑う。どういうことだ。成田はそれだけ言って席を離れたので、俺は女性に声をかける。すると女性は、同じ名字が多いので、まどかと呼んでください。と機械的に言った。新入社員で、23歳だというので、うちの息子の少し年下だ。なんでこんな窓際に追いやられているのか。なんてことは、もちろん聞けない。俺はどう声をかけたらいいものかと悩んでいると、まどかはまた機械的に。仕事ができないんだから窓際でいいだろって部長から言われています。お荷物ですみません。と頭を下げる。俺はなんだか違和感を覚えた。直感だが仕事ができないとは思えない。ひとまず俺はまどかに仕事を振る。こっちの資料を確認しながら、わからないことはその都度聞いてください。と言うと、まどかはうなずき、自分のデスクで資料を開き始める。するとすぐに、山本さん、確認お願いします。と持ってきた。え、もうできたの？あまりにも早い。しかし、中を見ると、正確にできている。成田が言っていた、適当にやるって、こういうことか。でも、きちんとできているよな。まどかさん、この仕事を前にもやったことある？と聞くと、まどかは首を横に振る。いいえ、私には単純作業しかさせてもらえませんから。あ、皆さんにお茶を出してきますね。どうやら、お茶組はまどかの仕事のようだ。まどかの終えた仕事を確認し、俺はふと思った。この子、まさか高 IQ。その後も、まどかの仕事ぶりを見てみて、俺は確信した。実は、俺の息子も何の突然変異か、IQ が高い。俺も妻も、息子との接し方で戸惑うことがあった。記憶力が異様に良くて、一度見ただけの本の内容を、ほとんど覚えてしまうような子だ。幼少期は、周りの子と会話が噛み合わなくて、友達がほとんどできなかった。平凡な IQ の俺と妻は息子をどうしてあげたらいいのか悩んだこともある。でも本人は何とも思っていないのだ。中学に入る頃には人との付き合い方を覚えたようで友達も増えていった。まどかはそんな昔の息子にどこか似ている気がしたのだ。最初に覚えた違和感はそれだと思う。まどかは俺に、山本さんのおかげで仕事をしているという実感が湧きました。と言ってくるが、その顔は無表情だ。でも前ほど硬い表情ではなくなってきた。まどかは感情表現が苦手なのだろう。まどかの笑顔を見ることはなかったが、俺はまどかと打ち解けられてきたと思っている。そんな時、社内コンペの知らせが来た。誰でも参加可能だし、俺も提出しようと思って作業を進めていると、成田がやってくる。お前もしかして社内コンペに出すつもりか？いつものニヤニヤとした笑いで、なんとも不愉快だ。そこへ窓かが俺に書類を持ってきた。私も興味があるのですが。窓かが自分からそう言い出したことに驚いた。成田は鼻で笑い、無能でお荷物のお前が？お前、ずいぶん山本に懐いているみたいだが、こいつ本社から左遷されたやつだからな。あまり関わらない方がいいぞ。と言う。俺は思わず、左遷って、と成田を睨んでしまう。
成田はそれでも余裕の表情で笑い、無能同士仲良くやれよ。お前らが社内コンペに通るなんて絶対に無理だな。お前らのどちらかが社内コンペに通ったら、俺は部長の座を降りてもいいぞ。と大きな声で言い、周りの社員も一緒になって笑う。今さら左遷のことを持ち出してくるなんてどういうつもりだ。腹が立ったが、俺は周りが笑う反応を見て疑問に思った。もしかして左遷の話をみんな知っているのか。俺が本社に帰還してから周りの反応が好意的ではないと気づいていた。それは支店から来たからだと思っていたが、まどかが、成田部長が山本さんのことを横領で左遷された人と言っていました。と教えてくれた。18年も前のことをまだ言うのか。それに俺は横領していない。成田が一番わかっているはずなのに、まだ俺に対してそんなことを言うんだな。俺は、まどかが社内コンペに興味があると言っていたので、ぜひ出してみるように勧めた。まどかの案を聞くと、今までにないもので、とてもいいものだと思ったのだ。俺は自分の企画書を進めながら、まどかへのアドバイスもした。そして、社内コンペの一次選考に、俺とまどかの案はどちらも通り、二次選考のプレゼンまでこぎつける。まどかはプレゼンをしたことがなく、人前で話すのが苦手らしいので、俺は妻にも事情を話し、まどかを家に誘う。まどかは驚いていたが、知らない人の前で話す機会を増やすのはどうかというと納得してくれたようだ。あなたがまどかちゃんね。いらっしゃい。と妻が迎えると、まどかはいつもより緊張した顔をする。一度妻の前でプレゼンの練習をしてみたが、結果は全然ダメだった。まどかの案がいいだけにもったいない。そうこうしていると息子が帰ってきた。息子は一人暮らしをしているが、まどかのことを話したら、その日は時間があるからとわざわざ帰ってきてくれたのだ。息子がまどかに挨拶をすると、二人は IQ が高い同士気があったのか、俺にはよくわからない会話までしている。会話の展開が早すぎて、凡人の俺にはついていけなかった。しかし、それに気づいた息子が噛み砕いて説明をする。それを見たまどかがハッとした。息子もまどかの表情に気づき、会話から置いてきぼりになったら寂しいでしょ?と笑う。すると、まどかは何か思いついたように、もう一度プレゼンさせてください。と言ったのだ。まどかのプレゼンは先ほどまでと違い、誰が聞いても分かりやすいものに変わっていた。プレゼンを終えて、俺たちが拍手を送ると、なんと、まどかが笑顔を見せたのだ。息子と話したことで、何か気がつくことがあったのだろう。そして、社内コンペのプレゼン当日。まどかのプレゼンには、大きな拍手が送られ、なんと、社内コンペに通ったのだ。しかも、俺の案も無事に通ったので、俺たちは二人で喜んだ。その結果を知った成田は、苦虫を噛みつぶしたような顔をする。それでも成田は、はっ、社内コンペに通ったからって、でかい顔するなよと言ってきたので、俺は頭に来て反論した。俺たちが社内コンペに通ったら、部長を降りるんでしたよね。成田は目をそらして、何を言ってるんだと言う。俺はすぐさま反論した。自分の言葉には責任を持ってくださいよ。そもそもあんたが部長なんて、俺には信じられませんね。成田は眉間にシワを寄せる。貴様誰に口聞いてるんだよ!
その時俺は今までの成田に対する恨みが一気に込み上げてきたのだ。俺に横領の罪をなすりつけて左遷させ、自分は人の仕事を奪ってのうのうと出世したお前にだよ。それを知ったのは支店に移動してからだけどな、と声を上げる。隣にいたまどかがビクッとなったほどだ。周りの視線を感じるが、俺は止まらなかった。まずはお前、彼女の席と変われよ。彼女の方がよっぽど優秀だ。席を変わって部長の座を降りろ。自分でそう言ったんだからな。すると周りの社員たちが成田を見て笑う。そう言ってたよな、とひそひそ話す声が聞こえ、成田は、俺に言いたいことがある奴は今すぐ出てこい、と声を上げると、あたりはシーンとなる。俺は、あんたの言葉、ここにいる全員が聞いてるんだ。自分で言ったことくらい守ってもらわないと困る、と言う。成田は、はあ、何言ってるんだ。だったら上に進言してみたらどうだ。横領で左遷された奴の話なんて誰もまともに聞かないだろうけどな、と笑った。俺は成田を睨みつける。18年前、確かに俺は支店に異動になった。いわゆる左遷だ。その理由は、俺自身には身に覚えのない横領、当時の上司だった伊藤さんがかばってくれなかったら俺はクビになっていたと思うよ。成田は、備品を持ち出して監禁してたんだよな。立派な横領だよ。確か備品の持ち出しの書類にはお前のハンコがあって、お前が金券ショップで監禁している姿も証拠として上がっていたよな、と鼻で笑う。俺はため息をついた。どうしてそれをあんたが知ってるんだ。成田は首をかしげる。どういう意味だよ。俺は当時の上司である伊藤さんから聞いた話を成田に話す。伊藤さんは、俺が異動になってからも内部調査を続けてくれていた。そして発覚した事実を俺に教えてくれたんだ。そう言うと、成田は一瞬青ざめて、眉を潜める。何言ってるんだよ。俺はきっぱりと言った。あのハンコは、俺が使っていたものではなかった。山本なんてハンコ、どこでもすぐに手に入るからな。おそらくその辺で買ったものだろう。しかもそのハンコは、とある人物のデスクから出てきたそうだ。成田という名前の人間のデスクから山本というハンコが出てきたら、誰だって不審に思うだろう。再び辺りがざわついた。それってまさか部長が、という声も聞こえる。成田は辺りを睨みつけた。俺は、それに俺が金券ショップで監禁しているという写真、当時の携帯電話で撮った写真だったそうだが、写真のデータの日時を教えてもらったところ、俺は個人的に新幹線のチケットを買いに金券ショップに行った時のものだった。あの時妻の実家に行く予定があって、新幹線のチケットを買いに行くとあんたにも話してたよな、と言う。成田は声を震わせながらも、それで俺に罪をなすりつけようとしてるのか。誰がそんなことを信じる。それに俺が犯人だというのなら、どうしてお前はおとなしく支店に移動したんだ。やましいことがあるからだろ、と俺を睨む。俺は笑った。伊藤さんはすべて書類にまとめてくれたよ。俺が移動してからだったけど、これがあれば上層部も納得するから本社に戻ってこいと言ってくれた。でも息子の小児喘息が悪化していたから、支店の環境の方が良かった。あんたが俺に罪をなすりつけたことは分かっていたけど、逆恨みされるのも嫌で黙っていただけだ。
成田はそれでも、俺が犯人だという証拠もないのに決めつけるなと言ってくる。俺はその場で伊藤さんに電話をかけようとした。すると、なんと伊藤さんが部署に入ってきたのだ。伊藤さんは本社のシニアスタッフとして働いている。清掃の仕事で、今日はうちの部署の清掃に来た。実は俺は昨日伊藤さんに連絡をしていて、今日来ることは知っていたのだが、細かい時間まではわからなかった。なんていいタイミングだ。俺がかいつまんで事情を話すと、伊藤さんは、話は聞かせてもらった。成田君、私は当時、あの金券ショップまで話を聞きに行った。君の写真を見せたら、確かに切手やハガキ、ギフトカードなどを換金しているとの証言を得た。それを会社の備品と照らし合わせたら一致したんだ。でも山本君はそれを公にしなくてもいいと言ったんだ。公にしたら君に更生の余地がなくなると思ったそうだよ。山本君の仕事を引き継いだ君は見事に出世。私は複雑な気持ちだったよ。と証言してくれた。もちろん許せない気持ちもあったが、支店に来て息子の体調も良くなったし、近所の人たちも優しく、妻も毎日楽しそうにしている。そんな家族の姿を見ていたら、成田のことなんてどうでも良いと思ったのだ。成田は俺を睨みつけた。俺をはめたのか？俺は首を横に振る。いいえ、事実を述べただけです。すると隣で聞いていたまどかが口を開いた。部長、私ずっと仕事ができないって言われていましたけど、今回のプレゼンで自信が持てました。すべて山本さんのおかげです。それと今まで部長に無能だ、お荷物だと言われてきたこと、監査に報告しますから。そう言うと成田が青ざめる。おい、ちょっと待て。俺は成田を止める。もちろん、俺も証言します。ついでに、18年前のことも報告しますね。伊藤さんもうなずいた。その瞬間、成田が膝から崩れ落ちる。後日、成田は窓かへのパワハラが認定され、成田は減給降格処分。俺は部長に昇進し、成田は俺の部下になった。周りの社員は手のひらを返し、成田を避けるようになり、成田はひそひそとされ、冷たい視線を注がれている。まどかは社内での評価も上がり、最近では人付き合いの仕方が分かってきたと、社内での笑顔も増えた。そんなまどかは、なんと息子と気が合ったそうで、息子と結婚を前提とした交際に発展。今では毎日楽しそうだ。俺も仕事にやりがいを感じているし、充実した毎日を送っている。